はい、どうもみんな元気？今日は非常に俺は怒っています。非常に機嫌が悪い。なぜなら本日の東京36度ね、8月の24日かなね、気温は36度、まああるでしょうよ、8月ですから。なんだこの湿度は、ふざけてんのか、ぶっ飛ばすとほらっていうふうに思ったわけですよ。もうね、なんだこの暑さは。多分ね、湿度で言ったらね150から 60% からあるわけですよ、東京というのはね。もうふざけてんじゃねえぞっていうね。もうこんな時はだからもうこういうねアンダーアーマーをね中に着とくとね、汗かけばかくほど涼しいんで。ただかいてない時は普通に暑い時は暑いんですけど、かく人はこれで風吹くとかなりこの繊維が細かいからだいぶはかどるんですよね。あとは前紹介したかどうか忘れちゃったけど、シュッシュして涼しくなるギャツビーのスプレー、これは暑がりさんにはマジでおすすめ、ガチでおすすめ。Amazon とかでもまとまりで売ってるし、売ってない薬局もあるんですけど大体ありますから、敏感な方は気をつけてください。本当震え上がるほど寒いですからね、なめちゃうと。というわけで、今日はそんなところで以上です。でわけねえだろバカ、ふざけんじゃねえぞこの野郎。俺はな今日なすいません、ちょっと口が悪いですね。僕すごい腰が悪いんですね。ぎっくり腰もやってるし、もともと柔道やってたんですけど、柔道の時もヘルニアとかいろいろやってるんですよ。で初めてその矯正とかで整体は1回だけ行ったような気がするんですけど、とにかくすっごい痛いんですよ。指圧とかめちゃくちゃ汗かいてる、指圧とかね。でああいうのはまあ言ったら整体師さんは資格とかがいるんですけど、他のやつは資格じゃないからちょっとまた変わってくるんですけど、今日行ったんですわ、中国人のところに。ホットペッパーで3000円で60分って書いてあったんですよ。結構そういうの最近多いじゃないですか、チェーンとかで。で僕今日行ったのは東京の神保町のマッサージなんですけど、整体矯正で行って電話して、で中国人の方だっていうのは知ってたんですけど、行ってカルテ書かされて「これこれここ悪いですね」って言って、でシステムの料金表みたいなのあるじゃないですか、あれ見せられて、で今日初回なんでって言って3500円で60分の整体と。その自分が項目に丸した骨盤の歪みとかと耳つぼマッサージで3500円、もうその時点で500円差が出てるんですけど、でその後にちょっと施術するじゃないですか。死ぬほど痛かったんですよ僕。もともとマッサージって苦手で、確かに腰悪いんで少し楽になったんですけど、めちゃくちゃ踏まれたりとか。そんなところに肘当てたらダメでしょみたいなところに、背中にねこうすっごい当てられたりとかで、僕ちょっと最近太っちゃったんでダイエットしようと思って走ってるんですけど、足を膝の内側の痛めちゃったんですよ。だからちょっと足引きずってるんですけど、ただそこが痛いからって言ってそこをやってもらわないのもどうかと思って、普通に踏んだりとか伸ばしたりとかとんでもない方向にね膝とかをやったりとかされたんですけど、多分横脚の矯正みたいなでやられたんですけど、とにかく痛くて、で多分痛いから体が硬直してバレて「痛いですか?」って聞かれたんですけど、いや大丈夫です」とか言ってて、で一通りそういうのが終わって、背骨とかもガチガチ踏まれて、で鳴るまでやらされるんですよ。そんな鳴らないんで普段で、指とかも手首とかボキボキって鳴らされて、でよくみんなが見るみたいなこのバキバキみたいなのやられて、でその後にタオル頭にかけられてめっちゃ押されて、こうグッてもう本当にベッドと僕の頭でもこんなもう半端ない力で押されて、もうそんな押したらね頭皮なくなっちゃうぐらいの勢いで、もうこう指圧の圧が半端じゃなくて、まだ終わんないかなまだ終わんないかなって言って。で結局全部で60分なんで時計は見てないんですけど、すっごい長かったんです。とにかくこの耳とか押されて「痛い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 」って終わって、で座ってくださいって言われたのかな。で耳のツボ、さっき言った本当は1200円するみたいな頼んでもいないんですけど、それをねやられて、で押してる感覚があったんですけど、その後すぐ終わったんですよ。それで終わったんで着替えてで出たらじゃあ来てくださいって呼ばれて、そのパソコンとデスクとそのなんか先生みたいな中国人の人と俺で話しましょうみたいになって、でまあさっき説明した3500円が初回じゃないですか。3500円の時点でも嘘なんですけどね。で3500円なんだけど、本来2回目からは、6000いくらかかるみたいな。でプラスその耳つぼも入るから7000いくらかかっちゃうんだけど、7000いくらかかっちゃうよりもこっちの方がいいですよみたいな、よくあるじゃないですか営業で。それが10回の回数券で5万2000円かなんか取られるんですよ。で10回で割ったら5000いくらじゃないですか。普通だったら7000いくらだけど、で今回は初回なんで4000円引いて4万8000円10回で、そうすると1回4800円になるからっていう、なんかそういうあれだったんですけど、すごいね、その僕の体が歪んでて、で鳴ったでしょみたいな、ボキボキって歪んでってことですよみたいな。いや思いっきり僕ならなかったのに無理やり鳴らされて、でも歪んでるの僕分かってるんで、で多少ね足の長さ違うとかも知ってるんですけど、結構痛かったんですよ。でまあ姿勢もあるし、もともと腰が悪いのもあるけど、それをなんか10回もあんな痛い思いし、行きたくないし、5万円も払いたくないし、まあ、とにかくその自分がどう変わったか分かってないのにさ、その日決めろって言うんですよ。今決めたら4000円引く、それ以降だったらダメだけど、今日4万8000円払うの難しいでしょ、多分ですよ、その何言ってるかよく分かんないんで、下手なんで日本語が、多分その今払うよりもその時はだから例えば今日1万円払えば残金いくらでみたいな、こう会員さんのなんかメンバーズカードみたいなの見せられるんですよ。実際こんななってますよ、項目があって、そんでまあだから残金が例えば今日1万円払ったらあと、ね、3万8000円じゃないですか。それをなんか来るたんびにちょっとずつ払うみたいな、で安くなりますみたいな感じだったんですけど、結構圧、この圧じゃないよ、この言われてる圧もすごくて、いやちょっと高いしちょっと痛いし、もう帰りたいと思って、そんでまあなんかずっと話してるんですけど、大阪に転勤するんでみたいな嘘ついたけど、だから帰ってきた時に来ればいい、永久保証10回はみたいな、それも嫌じゃんって思って、第一軽くなったって言うけどさ、いやちょっとそれはだって考えてくださいよ。4800円でしょ1回、その時点で3500円、高いんですよ。今日より高い金払うのは確実なのに、なんで10回行くねんこれからと思って、アホかと思って、まあそれでちょっと食い気味に10分ぐらい説明されたんですけど、あいや今日はこれで3500円でって言ったら、なんかすごいスピードで6500円返ってきて帰らされましたけどそれで僕はまだご飯食べてなかったんで出てぐるっと一周してたんですよ。すっごいさっきも言った今日めちゃくちゃ暑かったんですよ、猛暑というか、本当に朝からもう本当に暑かったで、長い時間暑かったし、僕のその昼の時は2時3時なんでとにかく暑い時だったんですけど、でちょっと一回コンビニ入ろうと思ってミニストップに入ったんですよ。それでなんかこう血行とかやっぱ良くなったのかなと思って鏡買ってみたら、これが貼られてたんですよこれやばくないこれ見える？耳にさ玉みたいのつけられてて、こことか触ると分かるんですけど、なんかちっちゃい玉みたいな、説明されたようなされてないようなちょっと微妙なんですけど、超恥ずかしくて、だから耳つぼの時に貼られてたんですよ。しかも耳左だけ、こっち何もついてない。これ気づかないで歩いてましたからね、普通に4つぐらいついてんのかな。いや、まあ、これが見せたかっただけなんですけどね今日。いや何が言いたいかというと、まあ、ちょっとぼったくりまではいかないけど持ってますけど、ぼったくりは。でもさ、ぼったくりでしょ、初回ってかもう3500円のコースがありますよって言ってて、3000円のコースって言って3500円で無理やりさ、ほぼ無理やり買わせようとしてるわけじゃないですか。うまいかどうかも分かんないし、実際クソ痛かったし、なのでやっぱりそういった口コミだったり、僕見てないんで今回は、口コミだったり評判も同じだけど、そういうのをよく見ていった方がいいです。腕もあるけどやっぱり僕は日本人がいいかなって思いますね。一回また腰が痛かったんで違うマッサージのとこ行ったんですよ。でちょっと僕も迷って行ってたら、なんかちょっとねちょっとエッチなお店みたいなとこ入っちゃったんですよ。で中国人の女の子が出てきて、女の子って言ってもまあ全然年上なんですけど、それでなんかね私服でねなんか僕にシャワー浴びさせて、こんな恥ずかしいパンツみたいに履かせて、ちょっと写真出せないですけどもう出ちゃってるんでね。で僕うつ伏せだったんですよ。で何をされてるかよくわかんないんですけど、確実に片手携帯軸ってたんですよ。なんかねこんな感じだったのかな。でなんか話しかけてくるから返すじゃないですか。そしたらなんか返事がね3秒後ぐらいに来るみたいな「ああ」みたいな「いやお前が話しかけたんじゃないのかよ」と思って、でなんか曲とかもなんかよくわかんないさ曲とか流されてさ、でなんか90分かな、俺も何考えてんだか知んないけど結構払ったんだよね。しかもこんなもんかと思って払っちゃったんですけど、すごい払った。あ、変なことしてないですよ、何にもそういうのないけど、なんか変な店でしたね。まあそこもそうだし、ちょっとね、まあ、頭のいいビジネスかもしれないですけどね、1回3000円って言ってた人が5万落としていくわけだから、やべえ11分も話してんのやばいな。ちょっと長すぎましたね、すいません、悪い癖が出ました。ということで肩だったり腰だったり悪い人は気をつけてくださいね。以上です。さよなら、今日バイバーイ。アンダーアーマーおすすめ。じゃあねー。 Thank you for watching this video. Please subscribe. チャンネル登録よろしくねー。